巨人古代性とは、非現実的な優越感を指し、ナルシシストが軽蔑、劣等感、独自性を用いて、他人を見るときに発生する。それは、ごく一部の人だけが自分と共通のものを持っているという信念や、それは、少数の非常に特別な人々のみ、理解可能であるのだという信念であったりする。またそれは反応性愛着障害でも発生する。 古代は主に自己愛性パーソナリティ障害と関連付けられるが、また、創病、創極性障害の創エピソードでも一般的である。病的古代事故は、自己愛性パーソナリティ障害のサブタイプの二つのうちの一つに関連付けられている。自己愛性古代、サブタイプの特徴は以下である。ナルシシズム診断インタビュー第二版における、古代セクションは、以下となるその人は、才能。 能力業績を非現実的な方法で誇張しているその人は自分には脆弱性がないと信じているか、または自分の限界を認識していない。その人は壮大な想像力を持ってる。その人は他人を必要としないと信じてる。その人は他人、プロジェクト、生命、夢を非現実的な手法で過度に評価し、格下げする。その人は他人と比較し、 自分自身をユニークまたは特別なものとみなしている。その人は自分自身が他の人よりも一般的に優れていると考えている。その人は自己中心的かつまたは自己参照的に行動する。その人は自慢げ、大げさな方法での振る舞いをする。創病古代では一般的にナルシシズムよりも活動的かつ積極的となる。創業のキャラクターは 将来の成果を誇ったり、個人的な資質を誇張し得る。彼らはまた、非現実的な野心的取り組みを始め得ることもあり、それは段階を踏んだり、実現可能なサイズに切り分けたり話されない。ヘアサイコパシーチェックリストのファクター1ファセット1では、古代要素について記載される。カーンバーグによる病的な自己評価の調節図古代的、万能的自己と無能的。 無価値的事故に分裂している夫ガーンバーグは、特別性、個人的理念、理想的な親という幻想、これらを合併させた幼児期の気持ちとして、不健全に壮大な事故を見出した。ハインツ古風とは、古代事故は、発達過程における、通常の段階であるとし、事故の古代さと謙虚さが、決定的に分裂した時のみ、病的なものであると見出した。古風とは、 無秩序な古代事故を患っている患者に推奨される対応は寛容であり、現実的な事故と古代の再統合であるとしている。ありがとうございます。